どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はエレファントカシマシ、エレカシの悲しみの果て、こちらの名曲をこのウクレレを使ってガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にあのムードが出るようにした簡単バージョン、はい。後半はかっこいいバージョンをやりますよ。キメがね、ダダッダダッとかかっこいいんですよ。グッとこう心にくる感じ、心込めてやりましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、今歌いたい曲、心込めて歌いたい曲、CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいんですけど、楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、これがもう最高なんですよ。ぜひ皆さんにも体験してもらいたいと思っております。でですね、音楽苦手なんですよと、聞くの専門ですとか楽器はちょっと無理というあなたにこそウクレレというのがあるようなもんでございまして、簡単なんですよ。で、弦も4本しかないし、小さいでしょ。これがいつでも触ってられるということでございます。で、始めてみたらわかるんですけど、奥も深いんですよね。入り口は広いけど、奥もすごく深くて、本当に楽しめるね、人生のパートナーになってくれると思いますんで、ぜひ皆さんお気軽に始めてください。今ご覧になっているガゼレレ YouTube チャンネルを見ながら、ウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画、YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ、私今できたってすぐなりますからね。しかもこれ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、ちょっとした隙間時間にね、このスマホでこうちょっとセッションするとか、そんなことができますよ。しかも無料ですからね。はい、お気楽に音楽やってみましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今までガズさん、私が取りためてきた、ありとあらゆる音楽、最新 J-POP、定番 J-POP、洋楽もあります、昭和の夏メロ、演歌もあるし、ハワイアンソングもたっぷりある、映画の曲、アニメソング、ありとあらゆる曲をウクレレで簡単にできるように弾いてるレッスン動画が700曲以上ももうアップロードされてますんで、はい。さっきのリンクのところに行くと、検索できたり、ジャンルボックスから曲探せたりするようになってますんで、お気に入りの曲どんどんやっちゃいましょう。さあ、それでは行きましょう。悲しみの果て、心込めて。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない、見たこともない、ただあなたの顔が浮かんで消えるだろう。涙の後には笑いがあるはずさ、誰かが言ってた、本当なんだろう、いつもの俺を笑っちまうんだろう。 One, two, three, four。 部屋を飾ろう、コーヒーを飲もう、花を飾ってくれよ、いつもの部屋に。悲しみの果てに何があるかなんて、 Oh yeah。 悲しみの果ては素晴らしい日々を悲しみの果て、エレファントカシマシ。もうストレートにガッとくるね。いいですね。はい、ロックです。はい、
今のはシンプル簡単バージョンでございまして、今回はですね、ショートカットは、ギターソロみたいな、感想はちょっとショートカットしてますけど、歌うところはフルコーラスやってますんで、思いっきり楽しんでください。ですね、自分、動画内のテロップと一緒にできるようになった方は、今度は自分でノートに書き出して、それと一緒に自分だけでやってみるのをお勧めしています。その時に参考になるように私のノートをね、見ていただこうと思うんですけど。はい。ここね、下にくるっと囲ってるやつ、ここダダッタダって書いてあるけど、ここね、皆さんお馴染みですよね。この原曲はダダッタダってここ決めで止まってるんですよね。これ後で解説しますからね。今のはダーダーって感じでやりました。テロップをちょっと参考にしながらやってみてくださいと。はい。この辺もこういろいろ決めがあるんで、これ後で解説します。これ下の段にこうくるっと囲ってるやつは後で出てくるコードとか、解説なんで、今の上の段です。これ、下の段はかっこいいバージョンのコードなんで、これも一応書いといてもらうのもいいかもしれません。一時停止して、はい、見てくださいと。これサビがもう A メロみたいな感じなんですよね。だから1番、2番というふうに書きましたという感じで。で、ここブリッジパート。はい。部屋を飾ろう。ここら辺ね。ここで、このコード。これ後で解説しますからね。このコードだけはどうしても今日ね、避けられない G シャープ星です。G シャープ星。これがね、今日のキーポイントになるコード。あ、それ以外は簡単コードです。後で解説しますね。これがかっこいいんですよね。はい。で、ここまた、まあ、3番、4番という表記にしましたけれども、コード進行は同じで、歌い回しがちょっと変わってくると。それで、もう終わりますということでね。で、出てくるコードなんですけど、今日はね、こんな感じなんですよね。この四角がシンプル簡単バージョンで出てきたコードで、こっちはプラスかっこいいバージョン出てくるんで、今やったシンプル簡単バージョンはこんな感じです。これ G シャープでしょ。まず、入門コードからいきましょう。C と Am と F と G7 と E7。このコードはもうガズレレではよく出てくる入門コードで、ガズレレ必須コードというやつです。これガズレレ必須コードっていうのは、コードっていうのはね、やっぱりいくつか覚えなきゃいけないんですけども、星の数ほどあるんですよ、コードっていうのは。でも全部覚えるのはそもそも不可能だし、じゃあでもどうしようってなった時に、ウクレレにとってものすごく便利なコード、グループのことをガズレレ必須コードと言っております。とはいえ10個ぐらいあるんですよ。で、10個のコードって言ってわーってなるかもしれない。1個ずつ見ると指1本シリーズなん、指1本のコードとか簡単コードなんですよね。それをですね、10個のコードを頭にスッと入るように、この私が親切丁寧に分かりやすく解説している動画、ここに貼っておきます。ガズレレ必須コードはここでマスターしてください。なんで今日はそこに出てこないコードを中心にコードを見ていきましょう。で、さっきから出てきます、この G シャープ星というコードね。これ。このコードはですね、ガズさんが、コードネームがわかんないんでこれ書いてるんですけど、まあ、押さえるのは結構シンプルです。ちょっと癖があるんで初心者の人難しいかもしれない。ちょっとやってみよう。押さえる場所はですね、ここです。ここと、ここと、ここ。ここ、ここ、ここの、こういう感じで押さえるのをおすすめしてますね。人差し指が3弦。中指が、1弦。薬指が2弦ですね。このコード。これがね、いい響きなんですよ。この4弦は開放弦を弾いていいですからね。はい。これちょっと詳しく言うと G というコードがこうなんですよ。G シャープって1個ずれてシャープになってるんですけど、これがいい響きを出すということで。で、この押さえ方なんですけど、こうやって3つ押さえてここちょいと立ててもいいですよ。まあ今から覚える方こっちの方が、まあいいかなと思うんですけど、まあ お好きな方でどうぞ。このこっちでもいいです。はい。ビチッと押さえて、こんな感じです。立てる。このぐらい反らないとですよ。この角度がキュッと反らないと押さえきれません。なのでこっちかこっちか。はい。これ G シャープ欲しい。ちょっと初心者の人は最初ちょっと難しいかもしれないですけど。これがかっこいいコード。はい。バッチリ決めていきましょう。はい。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンの解説が入っていきます。かっこいいバージョンはさらにコード2つ、足していきましょう。Em7 っていうコードが、どこに出てくるか、このね、このパターンがあるんですよ。C、G7、Am、Em7。ここういうふうに、ワンブロックにコード4つっていうパターンが各所に出てきて、この中でちょこちょこ出てくるので Em7。この Em7 っていうのは実はさっき出てきたガズレレ必須コードのグループに入ってるんで、これはね、入門コードで簡単です。で、これですね。A シャープ。これもね、各所の出てくるんです。ここに出てくるんです。このパートのところに大体出てくるって感じで、ここに出てくるかな。はい。A シャープ。ちょっとこれがね、難しいかもしれません。押さえる場所いきますよ。ここと、ここと、ここと、ここ。だから、こういうふうにキュッとこう2つ、このぐらいさっきと同じように、このぐらい反って、ちょいちょいちょいと足す。はい。それから、慣れてる方は1フレット制覇バレーして、ちょいちょいでもいいです。初心者の方はここ、まずはキュッとこうやって押さえるの方が楽かな。はい。とにかくここちょっと癖がある。やっぱ2本同時押さえなんでね。これ A シャープっていうのは一瞬です。どこで出てくるかっていうとね、A メロとかその、
あのフレーズの最後の方、浮かんで消えるだろう CFAG7、 この決めが入ります。はい、この辺のことですね。なのでコードの解説はこれなんですけど、まあ今ちょっと出てきたんでそこやってみましょうか。この CFAG7 とか出てきます。で こっちのフレーズもあるんですよね。 CG7AmEm7 ワンブロックに4つ入ってくるっていうのが出てくるんで、ここら辺注意しておいてください。あとね、こう細かい決めをちょっと見ていこうと思うんですけど、まず悲しみの果てダダッダダでしょ。これはねカッティングがまず出てきますからね。カッティングちょっと見てください。これでしょ、ダダッダダ。右手は何も止めてない、左手で音を止めてる。ここパッパッて動いてるでしょ。こういうのをカッティングと言います。はい、であと歌中の、メインのリズムはドン16ビートのチャですね。ちょっとゆったりした感じ、大きいリズムの16ビートのチャというイメージで捉えてください。こんな感じですね。悲しみの果てに何があるかなんて、こんな感じでタカツタスタスタカタ、こんな感じでございます。なんで一応カッティングと16ビートのチャ、この弾き方メインでやっていきます。この2つの弾き方、このリンク参照してください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からカッティングと16ビートのチャをマスターしてください。動画でマスターです。で一応あの言っとくんですけども、16ビートのチャというのはかなり難しい方 のリズムの、ストロークになりますんで、今からゼロからこのリズムにチャレンジしたい方は8ビートというリズムから始まって16ビートのリズムに行って、その後チャをやってくるという階段を上るようにだんだんリズムのこう質を上げていきましょうという感じでお伝えしております。だから今回のかっこいいバージョンは16ビートのチャでいきます。でカッティングもこれはね、結構な高等技術でございまして、左手でこうパッと止める、はい、この辺がねいっぱい出てくるんですよ。はい、でそれでいこうと思います。そしてですね、どんどん解説は進みまして、ちょっと聞いててね、これ最初、悲しみの果てに何があるかなんて、これはし、この後なない、見たこともここ、ダーダッ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 ダって決めたいんです。このダーダッダッダッダの時にミュートっていう技を使いたいんです。ミュートってなんじゃろう、ちょっと聞いててね、ちょっと音が止まってるんですよね。ここの部分をこのここの手のひらのこの部分でちょっとこう押さえて音をわざと響かく詰まらせるっていう意味ですね。これをだんだんこうここを開ける開けていく、はい、このミュートを使いたいと思います。もう一回ね、あ、これは知らない、見たこともない、こんな感じでダン、グングングングミュート、ここをちょっとここにクッと押さえて音を潰しながら、これミュートという技なんですよ。これがね結構、出てくる。これ今の E7 のところっていうのは毎回このパートのところに出てくるというふうに、ダー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 、ここにも書いてある、ダーダッ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 ダって書いてありますね。これ毎回ここダダダダダ出てくるわけで、この3番も4番も出てきます。はい、これがまず1点、決めが入ります。そしてですね、ブリッジパートの部屋を飾ろうっていうところの、さっきの G シャープ星のところで出てくる、この C のところに、決め丸1って書いてあります。ここから始まってるんですけど、実は、決め丸1、決め丸1、決め丸1って書いてある。この3箇所で、あるフレーズを弾きます。それがここに書いてあるんです。決め丸1ね。ここ。ダッ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 ダってきて、ここ見てください。1弦の3、2、1、0。1弦の3フレット、2フレット、1、0。これ瞬間形です。ダッ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 ダダダダ、こういう風になります。ちょっとここやってみましょう。決め1フレーズですよ。 C を押さえといて、せーの、わかった、ダン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 3210、早いんですよ。これもミュートです、右手。もう一回、ダダン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 ダダダダ、部屋を飾ろう、こんな感じ、ダーダーダン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 3210、早いんで雰囲気ですけどね、はい、ダン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 ダダダ、ミュートして3210、これ決め1フレーズです。これは芸が細かいでしょ。これがでもねちょっとやっぱかっこいいんです。ぜひ皆さん挑戦してみてください。こんな風ような感じで曲をねこうダッと盛り上げる感じで、いろんなこう決めも入れつつ、やっぱりでも、皆さんこの歌を聴いてね、
ドーンと来るわけじゃないですか、ド直球で。あの感じがやっぱりね、やっぱりこの曲の本当醍醐味だと思いますんで、もうドーンとこう歌で届けるようなイメージ、音をねダーッとみんなに届ける、そういう勢いがやっぱりロックですしね、大切にやってみようと思います。それでは行ってみましょう。悲しみの果て、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。悲しみの果てに何があるかなんて俺は知らない、見たこともない、ただあなたの顔が浮かんでいけるだろう。涙の後には笑いがあるはずさ、誰かが言ってた本当なんだろう、いつもの俺を笑っちまうんだろう。部屋を飾ろう、コーヒーを飲もう、花を飾ってくれよ、悲しみの果ては素晴らしい君を送っていこうぜ。 Oh baby、 悲しみの果ては素晴らしい君を、悲しみの果て、エレファント化しまし、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーいいですね、もうね、直球でドーンと来るんですけど、その裏ではですね、こうジャン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 ジャカジャカジャ、このそこでドーンと行くとか、こう一回弾いてまた行くと、このねうねりがまたかっこいいんですね。そういうのも全部この歌の歌詞の世界と混ざって、こう一個にギュッと固まった、そんなイメージがね、やっぱうまい、なんかこういいなと思いました。皆さんもどんどんやってみましょう。ありがとうございます。さあガズレレですけど、このちっちゃいグレレ持って日本全国駆け巡ってイベントやっております。お一人様も大歓迎、お仲間同士ももちろん大歓迎、お気楽にどんな方もガズさんに会いに来てウクレレ持ってきてくださいね。あと本いろいろ出してたりとか、このウクレレのこととか最新情報の、インフォメーション、この後ちょっと動画でご案内動画引っ付けときますので、ご覧になってくださいませ。今日は見ていただいてどうもありがとうございます。それではまた会いましょう。ご案内動画どうぞ。はい、皆さんガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きます。9月の22、宮城県イオンホール名取、その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます。今年の夏は、夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ、みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りのリッドミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さん こういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間をお待ちくださいませ。こんなね
この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。